皆さんこんにちは、アパレルです。今回ご紹介する商品はノースフェイスの2024年秋冬新作、ベストですね。こちらはですね、ノベルティヌプシベストをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、ということでね、いつも通り簡単に素材やディティールから、ご紹介していこうと思うんですけども、こちらはアウトドアからタウンユースまで幅広く活用できる1枚となっております。1992年エクスペディション向けに開発し、1990年代のノースフェイスを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケットのデザインを踏襲したベストとなっております。環境に配慮したリサイクルダウンの中綿が使われておりまして、表地には、強度がある50デニールのリップストップナイロンに撥水加工が施されておりまして、肩切り替え部分に関してはナイロン素材で補強されております。また静電気の発生を抑える静電気や設計が採用されているのと、冒頭でも申し上げましたけども、本当に幅広いコーディネートにねしっくり、はまってくれるベストなんじゃないかなと思います。アウトドアシーンはもちろんなんですけども、もちろんタウンユースまで、全然ねコーディネートに、取り入れやすい、デザインとなっておりますので、気になる方はねぜひチェックしていただければと思います。またこちらは2022年の秋冬シーズンよりサイズ感が一度ねアップデートされておりまして、身幅と着丈を2サイズ大きくし、よりバランス良い、今っぽいサイズ感にアップデートされております。でフードはね中に襟の中に収納されているっていうところと、裾が調節可能なアジャスター付きとなっております。はい、もうこちらね以前こちらヌプシベストもご紹介してるんですけども、そちらのノベルティバージョンということで、毎シーズンねその年の柄で発売されているアイテムとなっておりますので、特別感はね普通のヌプシベストよりは個人的にはあるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひねこちら気になる方はチェックしてみてください。でこちら実際着用してるんですけども、163cm 54kg で今 M サイズを着ております。個人的にはねサイズ感的には全然M でも余裕すぎるぐらいの感じではあるんですけども、ジャストで着ようと思えばもう一個下のサイズの方が、よりね身幅であったり肩周りのスッキリ感フィット感というところは、僕の体型でしたら S サイズで全然いけるかなと思います。気持ちちょっと緩めな方が好きだよとか、ワイドパンツが多いよって方とかね、このくらいのサイズ感でも個人的には問題ないのかなとは思うんですけども、その辺はねもちろん皆様の、それぞれのお好みもあるかと思いますが、あんまりね普段選んでいただいているサイズを選ぶだけで全然ゆとり持ってお使いいただけるんじゃないかなと、アップデートされる前まではね結構ちっちゃめな印象やったんですけども、全然それ以降に関しましては、全然ね普段のサイズ選びだけで、全然ゆる面で、お使いいただけるんじゃないかなと思っております。ハンドウォーマーのポケットもねしっかりとありますし、裏地のねフリースがすごく、手が温かくキープしてくれるっていうところと、このデザインがね本当になんていうんですかね、しつこくなくて、なんか本当にこうコーディネートのアクセントに、すごくね役立ちそうな感じの雰囲気かなと思っております。もちろんねもうよりスタンダードな方がいいよとか、もう無地の方が好きだよって方とかはね、普通のヌプシベスト選んでいただければ、デザインであったり、ディティール、使われている素材とはねもう全て一緒になりますので、ここの柄があるかないかぐらいの、差にはなるんですけども、本当にその分ね、こちら特別感はあって、個人的にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思っております。でお色がこちらね KB というカラーで、ブラックツリーバークっていう、カラーになってるんですけども、これにね普通にチノパンであったりデニム、カーゴパンツ、ナイロンパンツ、何でもねいけそうな感じですので、すごくねコーディネートの、幅っていうところは広くお使いいただけますし、ちょっときれいめな感じでスラックスとか合わせても、僕個人的にはね外しのアイテムとしても、非常に重宝するんじゃないかなと思います。でフードがね中に、入ってるって言ったんですけども、結構ね生地は薄手のナイロンのフードが、収納されている感じですので、正直あんまりね普段は出さない方が、いいんじゃないかなと思います。もう本当に急な雨とか、どうしてもねちょっと頭濡れたくないよって時だけに、使っていただいた方がいいかなと思いますので、正直このフードの部分に関しましてはそんなに、めちゃくちゃデザイン性があるわけではないかなと思いますので、
まあおまけぐらいな感じで思っていただければ、個人的にはいいかなと思うレベルの、ディティールかなと思っております。まあね、いろいろねダウンベストあるんですけども、もう本当にあの選ぶ基準は人それぞれかと思いますし、まあ、結構ねコメントでもいただくんですけど、やっぱり着る期間っていうところがねどうしてもあんまり長くないよって方はわりかし多かったですので、まあそういった方はね、まあそんなにこう需要がないかもしれませんけども、まあ普段運転される方であったりとか、あんまり外にね長時間おられない方であったり、まあ本当にあのそういった方とかはね結構着る機会っていうところは多少あるんかもしれませんね。運転するときはねやっぱ袖ない方がだいぶストレスも感じなくいけますし、まあ着たままでもねまあいけんことはないかなと思いますので、まあそういったこう身軽さっていう部分はやっぱりダウンジャケットとか、そういったねアウターにはない部分の、メリットもしっかりとやっぱりねありますので、まあそこら辺はね見極めて、お選びいただければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回ご紹介してきましたノースフェイスの、こちらねノベルティヌプシ、ベストですね。お値段が税込みで 33,550円と、なっております。まあ、いろいろねベストもご紹介してるんですけども、値段帯的にはね、まあ、本当に決してお安くはないんですが、まあ本当にちょっとこう人と被りにくいものを探されてたりとか、まあ、そういった方にはね、結構向いてるダウンベストかもしれませんので、ぜひねこちら秋冬のお買い物のご参考になれば、個人的にも嬉しく思います。はい、ということで今回ご紹介してきましたベストですけども、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。結構ねノースフェイスであったりパタゴニア、ナンガーとかいろいろもろもろねアウトドアのブランドもねアウター結構入荷してて、まあちょっとねなかなか撮影が追いつかない日々が続いてるんですけども、まあ一個一個ねちょっと丁寧にご紹介していけたらなと思っております。またね他のカジュアルブランドであったりとか、まあワークブランドも、結構ね取り扱いはしていますので、そういったところもねちょっとご紹介しようか正直悩んでるんですけども、まあ、ご覧いただいてる方はねやっぱりほとんどアウトドアブランド好きの方が多いかなと思いますので、まあそういったブランドもねもし需要あれば、結構ねご紹介できたらなと思っておるんですけども、まあ、アメカジのブランドもね取り扱ってたりは、まあ、フェローズであったりバズリクソンズであったり、まあ、その辺もねアウターとか入荷しておりますので、まあ、そちらもね、まあまあ、時間があれば、ちょっとずつねご紹介していけたらなと思っておりますので、まあ、気になる方はねぜひ教えていただければ個人的にも、助かりますので、まあ、何卒よろしくお願いいたします。ちょっとねこの今日結構気温ぐっと下がって寒いんですけど、また月曜日からねちょっと暑い日々が暑いというか、まあ、20度後半ぐらいまで気温は戻りそうな感じですので、なかなかねこの使う時期っていうところは難しいんですけども、まあ、いずれねもうすぐ言うてる間に寒くなるかと思いますので、ぜひねそういった時に活躍すればなと思っております。はい、ということで次の動画までまたさようなら。